改めましてあのようこそ四谷のキャンパスにお越しくださいましたあの本当にお暑い中ちょっとあの朝は天気も心配でしたけれどもなんとか持っているようで、えー、これから30分強ぐらいお話をさせていただいて、えーまあ、できればあの皆さんから質問が受けれるようにですねあの時間を切り上げてあの少しこう。 交流ができればなといいう,うに思っています、えー、私がお話をするのは、まあ、あの大きなタイトルとしては「大学で学ぶ意義」ということで、えーまあ、多くの方がですねあの大学を進学を考えておられる中で、まあ、大学で何で学ぶのということについて。 えこう明確なあの答えをですね、えー、なかなか持ちきれない、えー、まあこれはあの私は致し方ないというふうに思います大学という未知の世界ですから、えー、ですので今日私がご紹介するのは、まあ、大学で学ぶ意義これは上知というのはつけませんでした、まあ、上知大学でと言いたいところですが、まあ、大学で学ぶ意義というものについて少し皆さんと一緒に考えて。 その上で、えーまあ、上智大学を、まあ、例としたあのご紹介をしたいというふうに思います、えー、それから副題に1つの切り口という書き方をしました、えー、大学で学ぶ意義はですねこれは何か正解がある一つあるわけではなくて、えー、皆さんそれぞれが大学で学ぶ意義を、えー、整理をされればいいと思うんですねですので一つの視点見方としてこういう見方もありますよねというそういうご紹介であります。えー まあ、あのや内容としては、まあ、なぜ大学で学ぶのか、えー、そして、まあ、大事なことは、大学で学んだことがどう生きるのかということですよね。えーまあ、今、グローバル社会、あるいはデジタル社会と言われている、えー、非常に社会変革の激しい中で、ですね、えー、大学で学ぶということが、まあ、どういうふうに活かしていけるのかといったようなことについて、あのご紹介を少し、えー、させていただきます。えー、その上で、えーまあ、上智大学という 学びの場についてですね、少しあの触れさせていただきたいというふうに思います。まず、なぜ大学で学ぶのか、ここに3つの項目を掲げました、教養を広げる、専門性を高める、そしてコミュニケーション力を高める。 まあ例えばコミュニケーション力だったら語学とかまあそういったものが入ると思いますけれどもえこれを見ただけであれば皆さんがまあ確かに大学っていうのはそういうところですよねというふうにあの考えて。 られると思います。あの左側にちょっと丸の左に少し空きスペースがありますので、もう一つは人間性を高めるということです。あの大学で学ぶということを考えたときに、私はこれが学ぶ意義だと言ってるわけではありません。大学で学ぶということは、まあ、こういうことを身につける、高める、広げるということですよねということです。で、そうするとこういったことをやっていくと。 皆さんにとって何が起きるかというとこれは個人の形成であります、えー、頭の中にどういう専門軸があってどういう教養があってどういうその人は人間性を持っていてあるいはどういうふうな交渉をする力を持っているかというのは、まあ、まさにその人そのものなわけですね。えー、個人の形成が測られると、えーまあ 一般的には大学を出て、まあ、実社会に入ってですねいろいろな役割を果たしていくわけですね、まあ、今社会というのはグローバル社会と呼ばれることもあればデジタル社会というふうに呼ばれることもありますそうすると個人の形成の上で社会の中でどういう役割を果たそうかということを考えることになりますしあるいは個人の形成の上で人生の設計をしていくということになります であのここでは、えー、終わりではありませんあの社会に入ればおしまいということではなくて、えー、今あのここに矢印があのバラバラというふうに、えー、さらに出ましたであのこれはですね社会で役割を果たすといってもおそらく、えー、皆さんにとっては、えーまあ、マルチステージの時代にあって社会での役割が変わっていく可能性もあるし。 あるいは人生の設計においても自分が考えていたデザイン設計とまた違う道をデザインする可能性もあるということでちょっと矢印がパラパラとなっていますさらにここまで来て今度はこれを循環させる必要があるわけですねどういうことを言っているかというと個人の形成は大学で完成するわけではありません えー、文科省が定める学校制度としては大学が皆さんにとって、えーまあ、学校制度としての最後の学びの場かもしれませんけれども、えー、私たちは、えー、あるいは皆さんはあるいは皆さんの、えー、親御さんも、えー、そうですし、まあ、周りの人すべて社会の人すべては社会の中で学び続けています。 あるるいいはより学び続ける時代になっていますそうすると、まあ、こういったものをこう循環させていくでそうするとさっき言ったパラパラとした矢印がですねいろいろ出てくる可能性もあるということですね、えー、こういう状況の中でですね、えー、今先ほど申し上げたように、えーまあ、グローバル社会とかデジタル社会とかですね、えーまあ、今一番私たちがこのグローバル化あるいはデジタル化の中で まあ AI が何してくれるんだろうという期待と不安みたいなものもありますけれども一番大きな要因は私はこの技術の革新と社会の変革が同時に進行していることだというふうに思います。まあ、例えば、えー、人間社会に自動車というものが現れて この自動車が社会の中に浸透し市民に浸透しというものには何十年かという時間がかかっていますけれども今我々は例えば AI であるとかあるいはビッグデータというものに向き合った時にもうそのものその,そのものが今私たちの社会の中に浸透して社会を変えていってるわけですね。 技術はどどどどん進んでいます AI もどんんどん進進でいいまますす AI も化をしていますだけど我々の社会自体もどんどん変わって同じように進行しているということが一つ、まあ、特徴的であろうというふうに思います。えー、そうするとそのグローバル化と呼ばれる、えーまあ、多様性のある社会の中で信頼を得るというのはどういうことだろうということを考えると、まあ、個人としての,あの信念であるとか志であるとかですね 価値観であるとか、まあ、そういったことが受け入れられらるあるあいはもっと言えば尊重されるさらに言えば尊敬されると一番いいと思いますけれどもであったりあるいは何かこう意見を述べたときにですねその人のバックグラウンドにある専門軸があってあこの人はこういう専門性を持ってこのことを言ってるんだなということが見え隠れしたりあるいはやはり教養が豊かな人であったりあちょっとこの括弧で物知りではないと書きましたけど教養人と物知りとは違います。 も物知り、えーまあ、たくさんものを知っているかどうかということと教養があるということとは意味が違いますよという意味ですけれどもそれから一番下にあるように主義主張が明確であるかあるいは他者との議論いろんなこう多様性の中でいろいろな人がいるわけですからいろいろな意見が出てくるわけなので、まあ、そういった議論の中で合意形成ができるだろうかといったようなことがグローバル社会多様性のある社会の中でまあ信頼を得る まあ、キーににななるだろうううというふうに思いふ思ますこれでで全てではないかもしれません、えー、そう考えると今、えー、ここで掲げたそれぞれの項目っていうのは、えー、先ほど、えー、まるでご紹介した人間性であったり専門性であったり教養であったりコミュニケーション力そのものなわけですね。えーまあ、そういった意味で多様性社会の中で信頼を得るためには、まあ、やはり大学で学ぶことが一つの方法になっていく。 とということだと思いますでかつですね大事なことは、えー、こういったその専門性を備える、えー、教養を備えるといったような中で個性的であるかどうかこれがあのこれから重要なあのキーワードになると私は思っています、えー、さらに、えー、このグローバル社会デジタル社会でその個性的な存在であるかと私は問いかけましたがその個性的であることの意味について考えると えーまあ、グローバル社会というのはですね、えー、多様性のある社会、まあ、多様性を理解するあるいは多様性を尊重する私は多様性は必要なものだというふうに思いますけれども、えー、その多様性の意義ということを考えるとなぜ多様性に意義があるかというとそれは個性が集まっているからですねみんな同じ確率的な、えー、人たちあるいは、えー、組織が集まってみても これは多様性としての魅力は何もないわけですからまず我々は個性的であるということに対して多様性の意義を見出す必要,必要があります一方で、えー、デジタル社会と呼ばれる社会は、まあ、よく言われるように、えー、情報がです、ね、非常に反乱、えーまあ、は言い過ぎかもしれませんけども、まあ、明らかに情報過多の時代多すぎる時代でもありますよね。 そうすると今皆さんは多分手元にスマホを持っておられると思いますおよそ私が皆さんがおよそ知らないことを何か今問いかけると5分後には皆さんは何かそれはこうですねっていう答えを私に返すことができると思います、まあ、何かを調べてくださいということを言った場合にただし私もちょっと授業で実験してみましたけどもおそらく大体がの方が 同じ回答にたどり着くと思います、えー、そこに書いてあるようにそうすると、えー、これは逆に人間社会の中で、まあ、一人一人の確立性を生みかねない、まあ、そういった意味で、えー、個性的であることの意味というものはこれからデジタルな社会になる、えー、社会がグローバル化するという中で非常に重要なキーワードになります。 逆に個性性的ででないいいととと埋没していく可能性があるということですね、えー、日本の社会の中で「あの人個性的だよね」っていうとなんかあんまり褒め言葉に聞こえないという、えー、悪しき習慣がありますけれどもこれからは個性が勝負だろうというふうに思います。で、えー、大学での学びはどう生きるかということについて考えてみたいと思います。 えー、大学での学びが生きる場面というのはそれはもう皆さんそれぞれいろいろなところで、えー、その場面に遭遇することになるあるいは遭遇するのではなくて自分自身が作り出すことになるというふうに思いますから、まあ、そのいろんなケースをここで扱うことはできないので少しちょっと大くくりにやはりああのグローバルとかデジタルとかですね、まあ、今の社会のキーワードで考えてみたいと思います。 例えば私たちがグローバル社会に向き合おうとしたときにですね先ほどお伝えをしたようにその多様性というものについて私たちは、まあ、そのグローバル社会グローバル社会といっているものの中で重要なポイントだというふうに捉えているわけですねでよくその多様性を理解することが重要ですよねというお話を聞きますただしそれは 明らかに私たちあるいは私が主になったものの見方ですね相手のその多様性についての理解をする理解を深めましょうとそうではなくてあまあ、まあ、それはそれでいいと思うんですけども多様性自体が必要性として捉えられるということが重要だろうというふうに思いますまそもそも多様でない議論の意味というのは先ほども申し上げたように あまり意義,意義がないですねいろんな意見が出てきていろんな意見をぶつけ合って初めて多様な多様性のある、えー、中での議論というものは意味を持ちます、えー、それから、えー、大事なことはこれから創造的なな、えー、社会になっていきます、えー、今までのように生産性を追求する社会ではなくて創造性が追求される社会になります、えー、そうすると自分自身が持っている今から、えー、新しいものを作り出していくとものを作り出していく。 これももちろん重要なことですけれども一方で異質なものつまり自分とは違う異なるものから何か自分が新しいヒントを得て何かを作っていくといったようなことがこれもまた重要な作業になるだろうというふうに思います、まあ、そういった意味で多様性があるからこそというところがこの社会の中でどん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 あのウエイトをめてあの大きくしていってるわけですね。それからコミュニケーション力 を理解する力ちょっと上も多様性の必要性を理解する力、えー、コミュニケーション力を理解する力というちょっとあのまどろっこしい言い方をしていますが、えー、コミュニケーション力、まあ、確かに、えーまあ、日本語を我々操っています、えー、さらに英語ができるといいですよねさらにもう一つ言語ができると更にいいですねっていったようなことを言っていますがそのコミュニケーション力の象徴は えー、語学力とということだけではありません、えー、多文化を理解する多様性を理解するといったような、まあ、あのさ先ほどの多様性の話がその中にも入ってきますが、えー、それに加えてコミュニケーション力の中で重要なことは、えー、例えばですけれども、えー、人に質問する力ですね、えー、分からないことを分からないと言うという意味ではありません。質問すするる力っていうのは、えー、我々が何か交渉ごとをする中で えー、極めて重要な、まあ、武器になります、えー、あるいは、えー、もうちょっと大きなくくりで言うと交渉する力だったりそれからその多様性のある中でつまり多様な意見が出てくる中で議論を重ねるのであればそこから合意形成を何か導かないといけないわけですね。まあ、今、えー、国連であったり、まあ、そういった、えー、ところでも、えー、この合意形成ができずに人間社会は、えー、窮地に陥っているわけですけれども。 まあ、それはどんな小さな集団であったとしてもやはり最終的には合意形成というものをリーダーは導いていかないといけないとでこういったそのコミュニケーション力全体というものを理解した上えで私たちは語学力も高めないといけないし場合によっては上智にはです、ね、質問力を磨くっていう授業があります、まあ、そういった機会に自分の,その交渉力を高めていくといったようなことも重要になっていくでしょう。 えー、それから、えー、課題を認識する力で特に、えー、その後半に書いてあるように課題の中に解くべき問題を設定する力まあ例えば環境問題という非常に大きな課題を今人類は抱えていますが、えー、地球環境を良くしましょうという大きなその課題の中でいきなりそれが 解決されることはないわけですねその中に含まれているどういう問題をどういうふうに解決していくかといったような問題設定をする力が重要になりますそれは先ほど申し上げた皆さんにとっての社会の中での役割ということとも関連します、えーまあ、特に今、えー、複合的な課題が非常に多くなっていますし まあグローーバルイシュー、まあ、地球環境の問題貧困の問題教育格差の問題、まあ、さ,さまざまなこうグローバルイシューと呼ばれる地球的課題というのがありますけれども何を解決するのか当然ニーズを読み解く力あるいは優先順位を考える力、まあ、こういったものが必要になっていくということになります。 えー、そして、えーまあ、グローバル社会に向き合うためにはですね、まあ、これは特にあの学生さんに向かって言ってるんですけれども、えー、グローバル社会の広さであるとかあるいは深さを知る経験をぜひしていただきたいなというふうに思います、えー、先ほどご紹介したそのスマホによって私たちは地球の反対側の情報もかなりですねリアルタイムで入手することができます、えー、ですけれどもその社会を情報として捉えるか あるいは、えー、現実として捉えるかこれは全く意味が異なります、えー、そういった意味で、えーまあ、若いうちにというかですね、えー、学生時代、まあ、特に大学にな大学生になったら、えー、こういうそのグロ,ーバル社グローバル社会のサイズを知るといったような経験を、えー、ぜひしてもらいたいなというふうに思いますで今ここに掲げたことの中には教養とか専門とかそういったことは入っていませんただし、えー、例えば、えー、質問する力 というのはその人がどういう教養あるいは専門性を持っているかによって質問内容っていうのは変わってくるわけですね、えー、まあ、一般論ではあるかもしれませんけども質問を受けた時にわこれはすごいなってまあ相手は質問してるんだけどこれはすごい質問だなっていう場面が多々あります えそれはあの交渉の中で一つえ自分自身の力を示す手段にもなりますけれどもその質問する力を発揮するためにはえやはり教養を身につけてないといけないし専門性も高めておかないといけないしえ視点としてのえ人間性みたいなものもそこに表れていくでしょうしといったような大学で学ぶ意義がえそこかしこにこの中に入っているということです。 それからデジタル社会ですね、まあ、AI に代表されるような、まあ、そういった新しい社会の変容について考えてみるとまず情報の真偽整語、まあ、場合によっては善悪こういったものを問う力というものが重要になります。そのためには情報を解釈する力が必要になるしこういったその真偽を見極めるというそういう作業も必要になります。 えー、真偽であるとか正語であるとかというのはこれは人によって人の価値観によっていろいろ変わっているわけですから自分なななりの回答を出さいいいといけないわけわですね、えー、その時に、えー、その真偽あこれは偽だなとかあるいはこれは語だなとかっていう判断をするあるいは、えー、グレーゾーンが当然ありますからどの程度真でどの程度偽なのかどの,どの程度正でどの,どの程度語なのかといったような判断をする力。 これは何から出てくるかというとやはり教養であったり専門性であったり、まあ、そういったところそういったことがですねこのデジタル社会に向き合う力の非常に基礎的な力として要求されていくことになりますそしてまあ今先ほどお伝えしたように技術革新によってですね次の時代の社会像というものがなかなかこう見えにくくなっているということもあります、まあ、それが エキサイティングに感じる人もいると思いますし次はどういう社会なんだろうという、まあ、楽しみ期待も、えー、あるかもしれません一方で見、まあ、見え切らない全てが見通せないといいててが通せせととうことに対しし、まあ、不安を感じるかもしれません、えー、例えばですけども今 AI、えー、と皆さん AI っていうのはもうなんか授業とかで学校で使ってますか AI を使ったことある人。 まだ多数派でではないですね、まあ、例えばそういう人工知能 AI を活用する社会になるのか AI に依存する社会になるのか、えー、それから下に、まあ、ビッグデータ、えー、皆さんのスマホの中に、えー、皆さんの行動履歴なんかが全部入っていて、えー、それを、まあ、企業もですね、えー、利用しながら皆さんに こんな情報どうですかというものを提供してくれてると思いますけれどもビッグデータを活用する社会なのかあるいはもうデータ大きなもうデータ群に埋もれちゃう社会なのか、まあ、こういったことの今選択が人間社会には迫られているということになります、まあ、まさに皆さんはそれを選択していく世代でもあるわけですよね。 さらに、まあ、AI な,なりをかこう活用していく、まあ、このいわゆるデジタル技術を活用する社会の中で、えー、倫理とはどうあるべきかあるいは価値はどう設定されるべきか、えー、もう倫理や価値というのは、えー、普遍的なななものではなくりなりつつあります、えー、そういった中でその変容を自分自身がどう受け止めるのかあるいは私が期待するところは皆さんが新しい価値を作っていく。 新しい社会の倫理を構成し直していくといったような役割を果たされる、まあ、正しい社会をですね、まあ、描いて先導していく、まあ、そういう立場にぜひ立っていただきたいなというふうにも思いますしさらにあの先ほどご紹介したその技術革新と社会変革が同時に進行するということについてそういった社会の中で皆さんのアンテナをどう張るべきなのか、まあ、技術革新の動向 同行、まあ、というのは次にどういう社会に変わっていくのかといったようなことをキャッチする、えー、そして、えー、同時に進行してますから直ちにですね社会規範とか倫理とかあるいはその価値というものが再定義される必要があります、えー、皆さんの役割というのは、まあ、いろんなところにあるわけですねで今やはりここに書いたようなものもですね、えー まあ明確化しましょうとか社会像を明確化しましょうとかえ価値を設定しましょうという時に発揮されるものはやはりまあもちろんあの高校までの学びももちろんですけれどもえ大学での学びを皆さんがどのようにえ行うかということだというふうに思います。大学で学んだ人がえこういったえ力なりえまあ作業ですね 全く同じにや皆さんそれぞれが、えー、それぞ皆さんそれぞれの学びから、えー、こういったことに対する、えーまあ、答えを出していくということになると思います。で、えー、次が、えー、先ほどの、えー、タイトルにあったその大学での学びはどう生きるかということです。えーまあ、社会のグローバル化とデジタル化というのを今日はちょっと一つ、えー まあ焦点を当ててお話をさせていただいていますけれどもまあこういった社会の変容の中で問われるこう創造性ですねえ新しく何かをこう作っていかないといけない場合によっては価値そのものを作らないといけないまあそういう時代にある中でえここには「知識と知恵」という言葉をえ書いてあります。でえ先ほど「物知りと教養人」とは違いますよというお話をしました。ちょっとととそのことについいいて触れたいと思います 私たちにはいろいろなインプットがありますね、えーまあ、情報を中心にですね例えば、えー、学習すると何かこう自分の中に,頭,に頭が整理されるし、えー、人から伝え聞くことも、えー、私たちの中に入ってきます、えー、それから、まあ、情報という書き方をしましたけれども、えーまあ、スマホを通じて、えー、あるいはネットを通じていろ、まあ、んなやり方があると思いますが、まあ、情報はいっぱい入ってきます。 で今その入ってくる量に我々は少なくとも困ることはもうもはやないですね入りすぎるぐらい入ってきていますただし情報が入ったからといってそれが皆さんの知識になっているということではありません情報と知識は全く別物ですなぜかというと情報を解釈しないと知識にならないからですね情報を入った 情報が自分の頭の中に入りました届きましたといったことがもし皆さんの知識だとしたら、まあ、それれはスマホがあればいいといととうことになります皆さんの頭の中に整理される情,情報は、えー、解釈を経て初めて皆さんの知識になりますものの見方がその中に入ったり先ほどの善悪とか整合とかそういったものが入ったりですね その上で今度はそこから知恵を作らないといけないですね知識というものが蓄積されていくでそこから新たな知恵を作っていくという作業が必要になってそしてその知恵を発揮することで初めてアウトトプットが出てくることになります。えー、皆さんの行動だったりあるいは皆さんの意見主張だったり社会への参画の仕方であったり。 そして人生のデザインであったりですねまあ、そういったそのアウトプットというのというのが出てきますまあ、こういったようなまあプロセスを私たちはおそらく知らない間にやっているわけですね、えー、知らない間に我々は情報を得てあなるほどなと思いながら、えー、それは深く深く考える時もあればあまり考えない時もあるかもしれませんけれどもその頭の中の知識が整理されるとようやく知恵としてあそうだこういうふうにやってみようといったようなことが生まれてくる でえー、そういったこのプロセスを支えるものは何かというと、まあ、私はちょっと6つの要素があるというふうに思っていて、えー、豊かな人間性広い教養高い専門性、まあ、これはあの先ほどから大学で学ぶ、えー、対象になっていたものですよね。で、えー、同時にちょっとそれとはあのレベル感が違いますけれども多角的にものを見る力、えー、反対の立場からものを見るとかですね えー、本当にこれでいいのかな別の考え方できないのかなっていったようなあるいはこういう立場の人だったらどう考えるんだろうといったような、まあ、多角的なものの見方視座を持つそれから経験ですね自分自身が何かいろんなこう経験を積む中でやっぱりこうあるべきあるいはこの自分の経験からいくとこうなるであろうといったようなそういったものの見方ができるような経験をしていること。 えー、さらに、えー、先ほどちょっと触れましたけども社会の課題というものをですね、えー、どのように皆さんが認識をして、えー、そして展望するかあるいは、まあ、展望という意味では皆さん自身の人生の展望も必要かもしれませんけれども、えーまあ、知恵を創造して発揮するためにはこういった6つの要素が、えー、まあこれは私の意見です私の意見ですけども6つの要素が、まあ、少なくとも必要だろうなというふうに考えています。でこれはまさに大学で学ででぶ意義ですね なので、えー、皆さんは例えば上智大学の場合には総合大学ですから、えー、何々学部というのがあって何々学科というものがあります、えー、その中で、えー、皆さんが、えー、その専門性を、まあ、選択するわけですね、えー、そうすると教育学を学びます経済学を学びますといったような学術的な専門性を高めるということが第一義的にもちろん大学の中で皆さんに教授伝授されることではありますけれども。 皆さん自身にとって考えてみると大学で学ぶということは単に専門性を高めるという作業をしているわけではないということでさらに先ほど強調したようにこの6つの要素が皆さんに備わる時にそれが個性的であることが極めて重要になります。 でえー、ようやく、えー、上智大学という学びの場について、えー、その特徴を、えーまあ、あのお伝えしたいと思います。あのお伝えした,いことしたいことはたくさんあるんですけれども、えーまあ、ちょっといくつかですねあの見繕ってお話をします。あの上智大学はこの四ツ谷のキャンパスをグローバルワンキャンパスという呼び方をしています。 国際性のあるかつこの一つのキャンパスに全部の学部が集まっているといった意味で使っている言葉です、えーまあ、学生は大体1万2千人ぐらい学部の学生がいます今日ちょうど1万2千人ぐらいの方があのオープンキャンパスで入られると思うので、えー、同じような人数かなと思いますけど、まあ普段は全員がここにいるわけではありませんからあの今日のように混んでるわけではありません教員が560人ぐらいですね それから外国から来ている学生たちの国籍はですね92カ国ぐらいに上りますまあもちろん変動はありますけれどもなので国連に加盟している国の半分ぐらいからは上地に来ています海外から来ている外国籍の先生方もですね6分の6人に1人ぐらいはそういう先生たちですであの まあ、この数字がどうだということではありませんし、えー、たくさんの国から来、まあ、ればいいというそう,そういうあの単に数字の考え方ではありませんが、まあ、少なくとも皆さんが今日見ていただいているこの四ツ谷のキャンパスは、えー、残念ながら自慢できるほど広くはないので、えー、そこに、えー、例えば90か国の人たちが集まっているという、まあ、そういう環境をちょっと想定してください。えー、それで、まあ、ワンンキャンパスと言っているように、えー、9つの学部が えー、全てここにあります私が所属する理工学部もここにありますし、えー、で総合、えー、人間科学部にある看護学科はですね実習の時期になると、えー、目白キャンパスを使っていますなのでずっと四谷にいるわけではありませんが、まあ、基本的に全ての学部がここに集まっていますで今周りに書いてあるのはこれは学科の名前ですね。 えー、グリーンで書いてあるリベラルアーツ国際教養学部のリベラルアーツあるいは理工学部のグリーンサイエンスエンジニアリングというものはこれは英語で学位が取れるプログラムですあの海外からの留学生だけでなくて日本の,あの日本で生まれ育った学生さんたちも挑戦してますからぜひ皆さんの中からもあの挑戦をしていただきたいと思いますねそれから赤字で書いてある、ま、新聞とか教育社会経済経営総合グローバルこの6つの学科にも 同じように英語だけで学位が取れるプログラムが存在しています。この赤字のものは一番上にあるようにソフィア・プログラム・フォー・サステナブル・フューチャーズというプログラム名の下でいろいろな立場でさっき多角的な資産の話をしましたがいろいろな立場でサステナブル・フューチャーズ持続可能な将来をですねこう見るといったような共通のプログラムを持ったそういう あの仕掛けになっているものですもちろんあの日本語だけであの卒業できるプログラムもえそれぞれの学科が持っていますで今私はえ全ての学部に対して学科を周りに配置をしましたで今度はちょっとあの似ていますけどもちょっと違うです。さっきこれ見ていただいて今私はこの図を出しているんですけども、えー、よくですね、えー、まあ上智大学の国際性にあの期待をして下さって、えー、自分はその上智の国際性を に魅力を感じるんだけどであればどこの学部に行けばいいでしょうかといったようなあの質問を受けることがあります。で私の答えはあのどこでも大丈夫ですということです。で今ここに挙げたものはすべてではないんですけれども少なくとも皆さんにとってわかりやすい各学部で扱われている国際的なイシューをえかがあのまあ抜き出しました。 えちょっと学部学科によってはもっとあるよって先生たちに怒られちゃうかもしれませんけれどもえまあ例えばまあ外国語学部なんかはもう地域研究とか,かあの世界中の地域研究がありますしえ例えば総合人間科学部の中にもですねえ開発教育のようにえ今の世界的な教育格差についてのえ問題を扱っているところもあれば。 あるいは経済学部の中にも開発経済それぞれの地域のですね経済の活性化についての問題を解いている人たちもいますなので、まあ、その国際的なという大くくりで考えるんであればまあ上智のどの学部に行ってもほぼ間違いなくですねそこにアプローチすることができますそれから私たちはクロスリスティングといって多学科の授業を受けることが非常にやりやすくなっています あの常知の学生の半数以上は、えー、卒業までに、えー、自,自学科ではない多学科の授業を受けて卒業をしていきます。えー、それから次はですね、えー、ご紹介するのはまあ常知大学が言うところの基盤教育という考え方です。まああのこの社会変革の時代にあって、でかつまあマルチステージが皆さんの、えー、先にですねこういろいろ出てくる。まあそういった中で生きるまあ基盤作りを えーまあ、専門教育あるいは教養教育あるいは人間教育語学教育こういったものをいかにこう連携をさせて、えーまあ、教育体系を作るかといったようなことをやっています。1年生のうちにあの全部教養科目は取ってしまいますというスタイルではなくて3年生になっても4年生になっても当然教養科目というものも取れるようにあるいは取るように必修科目も配置をされていますし。 でこれはごく自然だと思うんですね、えー、社会に出てから教養は不要になりますなんてことはありえないわけで我々は常に教養と向き合いながら生きているわけですから、えー、そういったあの教育を、えー、昨年からかなり明確にこの基盤教育として、えー、をとうってですねあの始めています。でその中でも全員が上智の学生全員が受講する全学共通教育というものがあります。 でその体系は、まあ、そこにあるようにまず人間性人間を理解するそれから思考の基盤を作る思考力ですね思考の基盤を作るとこれをコアと考えてそれから知を展開をしていくという意味で展開地というカテゴリーを作った上でですね人間理解ではジョはカトリックの大学ですからキリスト教人間学というものを中心に。 それから精神性だけではなくて人間を知るためには身体性も重要ですよね。そのの身体知といいいう新しし概念ををこの中に配置をしていますさらに思考の基盤としては論理的に考えるあるいは批判的に考えるといったいわゆるその思考力そしてそれを表現する力を養う一方で今言われているデータサイエンスこれも配置をしています。 展開地のところでは社会の課題を認識する力について考えた上で社会課題と展望さっきもちょっと出てきましたけれどもそういったことを考えるための科目あるいは視座を多角的な視座を身につけるための科目そして実践経験を積むための科目というものを配置をし これをまあ,あのこれナンバリングっていうんですけれども大学の100番200番300番400番といった、まあ、あの学年に100番は1年生200番は2年生というに学年に1対1に対応しているわけではないですけれどもおおむねですねそういった100番200番300番400番といったような配置をすべての体型の中で行っています。 特に100番のところでは今ここに掲げているキリスト教人間学から課題認識のところまでは必修科目を配置をしているということですね。えー、それから上智の,の一つの,あの環境としてえ特徴的なのは、まあ、やはりまあその国際性ということもえそうですけれども、まあ、世界と対話する学びをしてもらいたいと。で、えー、大事なことはですね、えー、どこかこう偉い人が来ましたということではなくてさまざまな立場の 声に触れるということだろうというふうに思っています。ちょっとたくさんあのいっぺんに出してしまったので、えー、そうですね。えっ、ー、とまずあまああのこれはこの方は、えー、国連事務総長のグテーレスさんですね。それからこちらは、えー、ローマ教皇のフラン教皇フランシスコが、えー、まああのジョに来てくださった時の写真です。 一番右はこれは今年に入ってからなんですけれども、えー、アメリカの駐日大使エマニュエル大使が上地に来て学生とやはり対話をししてくれました、えー、中団に行ってこの写真はこれは国連のニューヨーク本部の写真ですけれども学生たちが国連の職員から直接レクチャーを受けているそういうシーンです。 真ん中はですね、アフリカ開発銀行というアフリカの開発を担う国際金融機関があります。その本部がコートジボワールにあるんですけども、そのコートジボワールで国際あ失礼アフリカ開発銀行の役員とディスカッションを行っている風景です。中段の一番右はあのいわゆるズームで授業をやっている様子なんですが。 えー、アメリカの大学の授業と上智大学の授業を交流させるコイルと呼ばれる、えー、コラボラティブ、えー、オンラインインターナショナルラーニングと呼ばれる新しい手法ででのの、えー、授業形態の様子です、えー、これによって、えー、いわゆるその留学を現地にするという、まあ、予備段階なり、えー、あるいは新しいその国際交流の在り方としての、えー、新しい教育も展開をしています。 一方でさまざまな立場ということでいうとちょっと左下は明るくてちょっと見にくいかもしれませんこれはカンボジアの学学学校校に行けない子子たたたちちのののののめでで生活動の様子です村人たちと交流する中でなぜその村の人たちは学校に子どもたちを行かせたくないのかといったような課題を学生たちが考える機会ですね。 それから真ん中はベナンという国のここも非常に貧困度の高い国ですけれどもやはりそこには今多分民族衣装を着て多分お祭りかなんかの機会だと思うんですけれどもそこにも当然彼らにとっての楽しみ幸せ夢といったようなものがあるといったようなそういう実感をですね するまあ、そういった機会も設けています様々な立場の声に触れるですね一番右はアフリカのこれもまあ、小学校の様子ですこういったところで様々なこう立場の声に触れる機会を場を学生の皆さんには提供をしています それから、えー、経験と実践という言葉を先ほど使いましたで、えーまあ、個性を磨くためにですね、えー、個性的であるためにはやはり豊富な経験自分ならではの経験というものを持つべきであろうというふうに思います、えー、現在上智大学は、えー、62カ国の339の大学と交換留学協定を持っています まあ、あのよく冗談半分で言うんですけれども南極大陸以外では世界中どこにでも学びに行くことができます。 包括協定、まあ、あの研究とかですねそういった交流も、えー、含めると83カ国400校と、えー、今協定を持っていますで留学は極めて挑戦的な機会だというふうには思いますでこれはぜひ行っていただきたいで今日はあの、まあ、留学についてはなんとなくあの皆さんの頭の中に入っていると思いますしあるいは今日の、えー、プログラムの中にもあの留学の相談なんかもあると思いますので 女子、えーまあ、が展開しているグローバルインターンシップそれからスタディーツアーというものについてちょっと紹介をさせてください。えー、グローバルインターンシップあるいは、えー、教育の連携、まあ、協定ですねをも、えー、って、えー、何かしらこう教育のプログラムを大学で実施をしてもらったりあるいは現地にインターンを受け入れてもらったりということで、えーまあ、あの国際機関ですね国連を中心とした国際機関であるとか いわゆるる法人でであるとかですねそれからちょっと変わったところでは中日のカメルーン大使館とかブルキナファソ大使館のようなところにもインターンで行くことができますあの毎年2名の枠をブルキナファソ大使館からもらっていますけど必ず誰かが行っていますあの誰か2名が行っていますねそれからグローバルメディアと名付けたところでは例えば共同通信のニューヨーク支局とかワシントン支局にインターンで行くこともできます。 えー、さらに、えーまあ、今ちょっとこのトムソン・ロイターはやってないんですけどもトムソン・ロイターというニューヨークのやはりこれも通信社ですけれども本社でインターンなんかを展開をしていましたで、えーまあ、こういったところであの実際的な経験をですね特にこういった FAO とかユニドであるとかそれから米州開発銀行はもうヘッドコーターの中で えもう世界から集まった一線の人たちとデスク並べて、えー、インターンをすることができるので、あの非常に挑戦的な経験になろうかというふうに思います。あのぜひあのチャレンジをしていただきたいなというふうに思います。えー、それからスタディーツアーもですね、まあのいろんなところにあの展開をしているんですけども、例えば東南アジアを対象としたものは発展著しいメコン経済回廊に。 えー、その経済開発を学びに行くツアーもあるし、まあ、一方でタイの北部のようにまだその民族の問題ですね少数,数民族の、えーまあ、実態を知るような、まあ、地域社会の発展というものをもっとローカルに学ぶような場も提供されます。一方でで、えー、先ほどもちょっとご紹介したアフリカに学ぶでは これまでにコートジボワールそれからベナンカメルーン南アフリカといったようなところでスタディツアーを実施していますけれども、まあ、そのベナンにある水上村ですねここにはもう電気もないし上下水道もないしだけど 水上村なので学校もあるし床屋さんもあるしって言ったようなそういう村に行ってちょっと私もここは行ってきたんですけれどもやはりこう自分と全く違う世界ですねもう私の表現で言うと自分のこう反対側にある世界を知ることでやはり先ほどお伝えしたグローバル社会のサイズというものが実感できるようになりますこの写真はカメルーンの路上で女子の学生がバナナを飼っている写真です 現地の子どもから飼っていますこの写真見て皆さん何を考えますかある人はやはりこの子どもたちにとってですねこれ児童労働の問題にならないんですこの子たち学校行かなくていいんですかといったようなものの見方もできるかもしれませんし。 えー、その路上でバナナを売るということそのもの非常に熱いところですから、えーまあ、そういった衛生面にについいての問題もももそこに感じる人もいる人かもしれません、まあ、ただあの見ていただいてわかるようにこの、えー、カメルーンの子供はですね、えー、もう日本人は見るのは多分初めてだと思いますけれども、えー、彼女の、えー、興味は日本人にあるわけではなくて手のひらにどれだけのコインが乗っかるかということを気にしてる。 そういうい写真です、えー、こういったまあその経験というものが写真で皆さんにはお伝えしました。えー、だけどここに実際にいるこの学生さんにとってのこのシーンと私たちが写真で見ているこのシーンとは明らかに違うわけですね。で私はその情報化されたものを入手するだけでなくて皆さんにはぜひ現地 実際、現場を見ていただきたいなというふうに思います。えー、最後になりますが、えー、とこれはあのちょっと特別なものなので、ご紹介ということです。上、え、智、ー、大学には、あの海外の大学院に特別進学する制度があります。今、そこにあるようなボストンカレッジ、ジョージタウン、コロンビア、 フォーダムそれから、えー、これは今アメリカの、まあ、トップ校ですけれども、まあ、下の方はジュネーブにある国際開発高等研究所という大学院です、えー、国際機関の中に人を排出するのに極めてあの有名な大学院で、まあ、世界中から本当に優秀な層が集まってくるんですが上智からの推薦者を、えー、先方の大学院に、まあ、皆さんが知っているとこの指定校推薦みたいなものですね。えー 先方の選抜を受けることにはなりますがこの枠組みを使って入学を果たしていく学生たちが非常にもう多く出ています一番下のジュネーブはつい3週間前にこの大学院を私訪問をしてこれからどうやっていきましょうっていう話をしましたけれどもそこであ嬉しい話を聞いたのはですね上智を卒業してこの大学院非常に難関な大学院ですけれども入っている学生が トップクラスの成績を収めててると言ってあの非常に褒められましたあの非常に誇りに思いました、えー、まあこういった制度を使うとですね上智大学で例えば早期卒業の制度を持っている学科がもういくつもありますあるいはこのジュネーブもそうなんですけれども3年間上智で学んでそこで早期卒業をしてつまり学士を取って先方の大学院の中には1年のプログラムもあるので。 計4年で、えー、上智の学士と先方の修士を取るということも可能になります。まあ、あのぜひそういったことにもあのた私たちはあの決して皆さんをですねもう上智に囲い込もうと思っているわけではないのでもうどんどん外に出ていって皆さん自身の、えー、活躍の場を見つけていただきたいというふうに思います。えー、最後になりますが、えー、大学を、まあ、考える皆さんこれからいろいろ考える見る、まあ、一つの切り口としてですね えーまあ、これからの皆さんの社会への向き合いを考えてその上でその学び皆さん自身の学びをデザインする場として大学を見ていただいた時に確かに大学は人間教育もするし教育教育もするし専門教育もあるし語学教育もあるしでこれはもうどこの大学でも大体、まあ、ラインナップされてますよね。まあ、ププララスキャリア形成のプログラムがあったり えー、外の活動、まあ、探る活動動があったり、まあ、そういういい環境があると思いますで、今日私がお伝えをしたことは、まあ、この中身がどうなってますということを詳しくお伝えをするという手もあったと思うんですけれども、まあ、むしろ、えー、上智大学の場合にですねこの周りにある環境について少し、えー、触れさせていただきました。 先ほどご紹介したようなこう自分の反対側にある世界を知るとか、まあ、世界と対話をするとかですね、えーまあ、ワンキャンパスの環境の中で横断的に学ぶであったり挑戦的な経験をするであったり、えー、それから、えー、大事なことだというふうに私は思っていますけども個性を磨く機会をどう作るか、えー、多様性の必要性そのものを理解するそういった学びであったり。 まあ、あるいはまあ世界に出ていって自分自身のネットワークを広げるといったような、まあ、そういうあの機会を我々は、えー、環境として、えー、学生の皆さんに提供していると、まあ、これにあの非常にあの注力をしているところです。 最後にもう一つ、他者のために生き、他者と共にあるリーダーにということで、我々の教育精神は、他者のために、他者と共にという、for others with others という言葉を使っていますけれども、他者に寄り添えるリーダーをですね、あのぜひ学生の皆さんに目指してもらいたいということを考え、まあ、そういった環境づくりにも注力をしているところであります。 えすみませんちょっと時間があのもうギリギリかあるいはちょっと伸びてしまったかもしれません、えー、私からの話題提供は以上とさせていただきますご清聴どうもありがとうございました